こんにちは。今回はね、波紋県のワイビック安春、椎の木安春くんからまたメッセージが送られてきましてね、これはどんなメッセージかというと、まずは安春くんが言ってたのは、椎の木安春が言ってたのはね、自分の人生変えたかったら仕事を変えるとかね、人間関係を変えるとか、それから住むところを変えるみたいなね、そんなことを言ってたんですよ。なのでなるほどなって言われたのがあったんで、まあ、それも本当にその通りなんだけど、私はそこに対してですね、もうちょっと別の角度を持ってるよっていう風な返信動画を出したんですよ。その返信動画が何かっていうと、仕事とか住まいとか人間関係で成功できないみたいな、みみっちい成功するなと、そんな関係ないと、人間関係一緒でも仕事が一緒でも住むところが一緒でも全自分の人生変えることなんていくらでもできて、自分の人生が変わったら結果的に人脈が変わって、住むところが変わって、結果的に仕事や収入も変わっていくっていう話をしたんですね。まあ、それに対して返信動画をいただいて、いろんな気づきがあるなと、やっぱり情報に価値を持たせるっていうのはこういうことなんだなっていうふうなね、動画が返ってきたんですよ。まあそれ内容はすごく良かったんですけども、今回ですね、この返信動画に対してもうちょっとパワーアップさせるためのアドバイスをこの動画でしようと思います。ですので YouTube を作ってる方、ぜひね、ここから私のお話聞いていただくと、なるほどなって思えるところが何点かあると思います。一つはですね、タイトルなんですよ。タイトルはもうちょっとえぐっていくというか、ね、チャレンジしていかないといけないんですよね。あなたは支配者ですかとかね、支配される側ですかって、ちょっと長いのと、これちょっと分かりにくいっていうかね、支配とかって普段意識してないんで、そういうところではないんですよ。こんなやつになるなとか、もうお前も這い出せみたいなね、こんなちょっとね、えぐっていかないといけないんですよね。感情を動かしていかないといけないんですよ。だからなんかね、名言とかキャッチコピーとかスローガンみたいになるんではなくて、もっともっとこの、ね、心臓をわしづかみするような言葉を使っていかないといけないですね。特にまだ無名といいますか、再生数稼げてないうちは、もっともっとチャレンジ、もっともっと攻撃的にアグレッシブにいかないと、なかなかクリックはしてもらえないかなと思います。低評価を押すつもりで再生する人もいるわけですよ。なんだこいつタイトル生意気な、どんなこと言ってんのか、お前見てろ、ちょっとでも変なこと言ったら俺書き込みしてやるからな、みたいな人の感情を呼び起こすっていうのが最初なんですよ。だから動画作り始めっていうのは低評価が多くて全然いいですからね。最初からクオリティの高い動画ができませんから、だから低評価で OK なんですよ。動画の評価をそのまましてくれたんで、正解っていうのは低評価で正解って思わないといけないですね。そしてもう一つなんですけども、話す内容はともかく、そのテンポとスピードがね、いまいちなんですよ。もうちょっとね、速歩、競歩ですか、走るでもない、歩くでもない、その真ん中の速度で、そのリズムとテンポで喋った方がいいですよね。喋る速度が遅いと頭に入りにくいんですよね。やっぱりちょっと早めの方がいいです。ちょっと早めの方が脳に刻み込ませるような形になりますんで、この動画見てる方もね、まあ、女性でのんびり話される、それはそれであるんですけども、柔らかい表情の方がね、ゆっくり話すのもそれはいいんですけども、男性の場合はほとんどですね、早めに話した方が人気が出ます。だから YouTube 講演家の鴨頭さんとかも早いですし、堀江さんも早いですし、立花隆さんとかも早いんですよ。やっぱり早いと人気です。大悟さんもそうです。早いとそれに追いつこうと思って意識をすごく向けるんで、聞き逃さないようにこう意識をね、傾けてくれるんで、頭に入りやすいんですよ。私もちょっと早めですけどね。まあそんな感じでね、喋る速度がゆっくりな方は非常に損なんで、テンポよく喋る、早いっていうよりもテンポよくですよ、テンポよく喋る練習をした方がいいと思います。ちょっとこれは極端だったんですけどね。あと抑揚をつけることですね。こういうふうに大事なところを何回も何回も話すようにね、この声のトーンも変えていくっていうところが大事になってきます。ですので自分はタレントとか声優になったつもりで、アフレコをするつもりで喋るっていう風なね、意識が必要になってきます。最初からうまくいかないと思いますけども、100回も200回も1000回もやっていて、このトークのスキルが上がらないってことは、それは何の工夫もしてないんで、それは再生数も稼ぎませんし、チャンネル登録も起きないと思います。やっぱり自分のね、工夫とか努力に対して人は評価してくれて登録が起きるっていう風に考えた方がいいと思うんですね。それ人気が出てきたらもう人任せでいいんですよ、評価は。でまだまだね、自分が人気者でないなとか、まだ再生数とか登録少ないなと思えば思うほど、登録を増やした人の努力を真似るべきだと思いますね。じゃあ以上です。